ディカ、それでは代わり大学、今回はですね、海外で活躍した侍の、お話についてですね、紹介していきたいと思います。海外と、侍、この2つのキーワードがですね、関わり合うことっていうのはですね、実はなかなか少ないんですよね。非常に稀有な物語と言っていいと思います。というのもですね、侍というのは基本的に日本の外から出ていかなかったんですよね。日本ってあの島国じゃないですか。周りが全部海に囲まれていて、隣国となれば全部ですね海の向こう側なんですよね。でいわゆる侍というのはですね、10世紀から19世紀くらいまでに、存在していた人たちなんですけれども、例えば前半の方はですね、造船技術もまだまだ発達していないので、要はすぐに沈没する恐れがあるんですよ。だからそういった死ぬリスクを負ってまでですね、わざわざ日本の外に出ようという人たちがですね、そもそも少なかったんですよね。で、西暦で言うと1630年あたりを過ぎるとですね、当時の日本の政府ですね、江戸幕府がですね、段階的に鎖国の政策を推し進めていくんですよね。鎖国、つまりですね、日本人の海外進出をですね、一切禁じていくんですよ。その代わり入ってくるのもいろいろ、オランダと中国だけだとかですね、ポルトガルの船は入国禁止だとかですね、そういった制限をつけていくんですよね。で、その後ヨーロッパで産業革命が起こって、蒸気船だとかそういった造船技術が飛躍的に上がってからはですね、それが日本に伝わってくる頃には日本は幕末の時期を迎えて侍の時代が終わるということになりますので、だもんだから基本的に侍は、この侍という存在が起こって以降ですね、あまり海外に出ることはなかったんですよ。ただ一つだけですよ、例外があるんですよね。それが今回の物語の時代背景なんですけれども、今回の参考文書はこちらですね、シャムの侍山田長政という物語ですね。でちなみにこのシャムというのはですね、前のタイの国名ですね。厳密に言うと今の王朝よりですね、2つ前の、アユタヤ王朝の時代ですね。西暦で言うと1611年の冬にですね、この山田長政という侍がですね、シャムにやってくることになるんですね。ではなぜこの山田長政、しかも侍がですね、さっきも言ったように、あまり日本から出ることがない侍がですね、シャムにやってきたのか、ということをお話ししたいと思います。でこの山田長政という人はですね、もともと駿河の国の生まれであったみたいですね。駿河の国というのはですね、今で言うと静岡県に当たりますね。だから富士山の麓のところですね。そこで大久保忠相という武士に仕えていた。元はというとですね、武士ではなかったみたいなんですよ。ただのですね、駕籠かきって言ってですね、このお殿様、この大久保忠相っていうお殿様がいて、この人の籠ですね、こうやって担ぐ人ですね。で普段もそうなんですけれども、戦の時にもですね、結構この籠っていうのはですね、戦場をこう担いでこうお殿様を運んでいかなければいけないので、すごく力はあったみたいですね。でその時も山田長政はですね、お殿様を担いで江戸の町をですね歩いていたんですよね。そうするとくせ者だって言って、何人かですね、5、6人こう人が出てくるんですよ。で大久保忠相覚悟って言ってですね、襲ってくるんですね。要は自分の殿様の暗殺をしに来るやつらがいきなり出てきたんですよ。で籠を守れって言って、山田長政はですね、なんとかこのその死角からですね、自分の殿様を守るんですけれども、当時の長政はですね、侍でもないので特に刀を刺してるわけじゃないんですよ。ただ、籠かきということもあって、もう筋肉がムキムキで、しかも当時ですね、身長が低い、日本人の中で、6尺あったというぐらいですから、181センチぐらいあるわけですよ。もうでっかい男の筋肉ムキムキのやつがですね、四角、刀を持って襲ってくるじゃないですか。でもなんとかこうですね、腕っぷしでこう、倒していくんですね。
で、あの、倒れた敵からですね、刀を抜き取って、それでなんとか、こう振り回してですね、まあ、敵を追っ払うわけなんですよ。で、自分の殿様を守ることに成功するんですけれども、その後ですね、すぐにですね、お咎めを受けることになるんですね。なぜなら、この当時のルールとしてですね、江戸府内、江戸の中では、人情沙汰は禁止ですよっていうことを言われてたんですね。それはご法度だったんですよ。刺客に襲われて自分の殿様を守ることは、まあ、いいことではあるんですよ。ただ、その法にはやっぱりかなわないということなんですよね。で、当時の殿様としてはですね、曲がりなりにも自分の命を救ってくれた家来じゃないですか。だからそこは感謝はするんですけれども、江戸幕府のご法度があるからには、お前を守ることはできないんだっていうことになって、どこにでも落ち延びようっていうことを言うんですよ。せめてもの鼻向けじゃっていうことで、まあ、お金も少しくれてですね、まあ、勘定って言って、このものは元大久保忠相の家来だったものだぞっていうことを直筆のサインも渡してですね、なんとか逃げさすんですよね。それで山田長政がですね、初めは駿河の国にまた戻ってですね、いろいろこう転々としてるうちに長崎に行くことになるんですよね。で、当時の長崎というのはですね、日本の玄関口ですよ。外国の船だとかですね、出入りがしていたのがこの長崎だけだったんですよね。で、長崎のですね、奉行、お偉いさんですね、長崎の町を取り仕切っている、長谷川さんっていう人がいるんですけれども、その人と自分をですね、長崎まで連れてきた人がですね、何やら話してるんですね。それで、この朱印船というですね、船に乗せられることになるんですよ。この朱印船というのがですね、江戸幕府公認の商人の船ですね。当時ですね、商人といえども、勝手に幕府の許可なくですね、外国と貿易することは禁じられていましたので、幕府から朱印状っていう、まあ、一筆書いた書類ですね、ドキュメントをもらって、そのドキュメントをもらって、た船が朱印船というふうに呼ばれていて、この朱印船はですね、江戸幕府公認の船だから襲ったりしちゃいけませんよっていうことをになってるわけですよね。で、この朱印船貿易というのがですね、ちなみに1601年から1630年ぐらいまで続いていたみたいですね。1635年かね、続いていたみたいですね。で、まあ、ともかく、そんな流れで、山田長政は、この朱印船に乗ってですね、シャムに行くことになるんですね。はい、では長政がですね、長崎から朱印船に乗って、シャムに向かっているこの間、今のうちにですね、当時の日本の事情についてですね、少しお話ししたいと思います。というのもですね、やっぱりこの日本の時代背景がですね、この山田長政の物語に影響してくるものでもありますので、そのあたりをですね、少しお話ししたいと思います。当時の日本はですね、二つの派閥によってですね、対立してるわけなんですよね。いわゆる豊臣派と徳川家康の派閥ですね。豊臣派というのはですね、これより少し前にですね、豊臣秀吉という人が事実上日本のトップに君臨していたわけなんですよね。ただ、この豊臣秀吉がですね、最後1598年に死んでしまってからは、豊臣秀吉はその息子秀頼をですね、立てるようにということを遺言で残したんですけれども、彼の死後、彼の家臣でもあった徳川家康がですね、この豊臣政権に対していろいろ難癖をつけてですね、関ヶ原の戦いというのを引き起こすんですよね。それが西暦でいう1600年、ちょうど1600年の時ですよ。今の岐阜県にある関ヶ原というところで、天下分け目のですね、もう日本を東西で分割する大戦争がもう始まるわけなんですよね。結果、この東の徳川家康がですね、勝つんですよ。で、そうなると、どうなるかというと、この関ヶ原の戦いで活躍した人たちに対して、徳川家康は、豊臣派の人たちの領地を奪って、この活躍した人に挙げていくんですよね。そうすると、どんどんやっぱりこの豊臣派の人たちの居場所がなくなっていくんですよ。このようにして、日本に居づらくなったお侍さんたちがですね、もう大量に発生するのがですね、一つの要因ですね。で、今一つはですね、豊臣秀吉がまだ生きていた頃からですね、たびたび発令されていたですね、
禁教令というのがあるんですね。つまりキリスト教の、まあ、事実上の禁止ですね。この1611年の少し前の時期からですね、キリスト教の人がですね、処刑にさせられたりだとかですね、実際にしていたんですよね。で、その禁教令が、まあ、徳川幕府になっても、また再度改めて禁教令っていうのが出たということにも一つの要因があるんですね。だから二つ、ありますよね。一つは、関ヶ原の戦いで、だから負けた側の人たちですね。だから侍ですね、しかも。で、この侍の人たちは、今までのこの仕えていた殿様がもう、お家断絶とかですね、によっていなくなってしまったから、浪人って言ってですね、もう、そこら辺もう、這いつくばるしかないんですよね。こう、仕える人もいないという、そういった状態ですよ。だもんだから、もう日本に居づらくなった侍というグループがあるのが一つですね。二つ目はですね、禁教令によって日本に入れなくなった人たちですね。キリスト教の人たちですね。この人たちは居づらくなったとかではなくて、日本にいたらもう処刑されることになるので、日本にから出るしかないと。もしくはキリスト教をもうやめますよっていうことを、その道を選ぶかなんですよね。帰郷って言って、まあ、キリスト教をやめることはできないから、もう日本から出ますっていう人たちがもう一つのグループですね。で、この二つのグループが、長崎からですね、台湾だとかですね、ルソン、なんか今で言うフィリピンだとかですね、ベトナム、カンボジア、あとはビルマ、それから長政の行ったアユタヤの方に、こう、逃げていくわけですね。で、いよいよ長政の乗った朱印船がシャムにですね、到着するわけですね。当時のですね、首都はアユタヤですから、今のですね、チャオプラヤ川から入ってくるんですね。こう登っていくわけですよ。当時のこの漕ぐ船でですね、9日間かかったみたいですね。で、その前に、バンコクにですね、砦があって、そこで船が止められるんですよ。要は関所なんですよね。人がこう乗り込んできて荷物を改められるんですね。いけないものは載せてないかだとかですね、その荷物の価値によってアユタヤ王朝にですね、税金を納めたりもするんですよね。その荷物改めに来るんですけれども、それがシャム人ではなくてですね、ポルトガル人だったみたいですね。要はその時はですね、ポルトガル人がその関所のですね、役目を仰せつかってたみたいなんですよね。ともかくも、その関所をですね、通り過ぎて、いよいよアユタヤ王朝に入るんですけれども、そこに行くまでの間にですね、長政はですね、この、シャムの街並みを初めて目の当たりにするわけなんですよね。今まで見たこともない世界観ですよ。もう金のですね、なんかわからない、もう、金づくめのですね、もう尖った塔みたいなのが立ってたりだとかですね、まあそれは仏塔なんですけれども、そういうのがですね、いっぱい立ってるんですよね。一緒に乗ってる人が言うんですよ。あの金は実は日本の金なんだぞっていうことを言うんですよ。え？日本の金どういうことだっていうことになるんですけれども、当時ですね、日本って金の国だったっていうことはご存知ですかね。黄金の国ジパングっていうのがですね、一度は聞いたことはあると思うんですけれども、黄金の国ジパングはですね、このマルコポーロから来てるんですよね。マルコポーロっていう人が、まあこの時代より少し前に東アジアをですね、旅してですね、実はあの日本には来てないんですけれども、そういった噂だとか、まあ記録だとかを見て、黄金の国ジパングということを記録に残してるんですね、マルコポーロ自身がですね。ともかくそのように言われるほどにですね、日本は金がいっぱい出てたんですよね。豊臣秀吉というのはですね、その当時世界で一番の金持ちだったみたいですよ。まあこれはちょっと余談話なんですけども、まあともかくいっぱいその金が出てたと。で、その金は豊臣秀吉のこのファミリーがですね、持ってたと。ではなぜ日本の金をわざわざシャムにまで持ってきたのかというとですね、この日本の金を多く持ってるのはやっぱり豊臣ファミリーなんですよ。この豊臣ファミリーというのはですね、もう一度言いますけれども、今からその11年前に関ヶ原で負けた側の人たちですね。徳川家康、この人が関ヶ原の戦いで勝って、江戸に江戸幕府、まあ政権を作りましたよ。
で、豊臣ファミリーは大阪にこの時期はいるんですけれども、豊臣ファミリー、まあ具体的にはですね、豊臣秀吉の息子、豊臣秀頼という人がですね、まだ大阪城にいるんですよ。で、この豊臣秀頼がいる限りですね、やっぱり徳川家康としては安泰じゃないんですよ。やっぱりね、関ヶ原の戦いで勝ったとはいえども、負けた人たちがですね、やっぱり主を失った人たちが、やっぱりこの大阪城に集まってくるんですよね。そうするとどうなります?この徳川家康がですね、せっかく江戸に作った江戸幕府がですね、脅かされることになるじゃないですか。だもんだから、徳川家康はですね、いろいろ難癖をつけて、実は本心としては、豊臣ファミリーを取り潰しにしたいんですよ。そのためいろんなこう政治のやり取りがあるんですけれども、豊臣ファミリーにとってはやっぱり生きるか死ぬかの瀬戸際なんですよね。だもんだから武力が欲しい、武力が欲しいとなった時に、当時のシャムではですね、鉛と硝石が取れるということなんですね。鉛は鉄砲の弾になりますね。硝石はそのまま火薬、弾薬の元になるんですよね。だからそういった武器の元ですよね、を日本の金でもって買い付けてたんですよ。そういう時代だったんですよ。だから日本では豊臣派と徳川派が関ヶ原の後もですね、関ヶ原で決着はついたものの、その後も対立がやっぱあったんですけれども、日本の外でもアユタヤでも豊臣方とですね、徳川派の人たちのですね、対立があったんですよ。そのアユタヤに長政は図らずともこう流れ着いてくるわけなんですよね。面白いですね。